準備までしばらくお待ちください。良い子の皆さん、準備はいいですか？はい。それからクイズを出題しますので、丸かバツかで答えてください。奥中さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは始めます。第1問。交通事故を起こしたので、110番をした。丸かバツか。みんな、頭の上に立って丸かバツやってもらっていいかな？お、丸が多いかな？みんなほとんど正解かな。正解は丸です。交通事故を起こした時にはすぐに110番してください。自分の安全を確保するっていうことも忘れないでください。はい、怪我をした人がいるときには110番通報をしてもらえれば119番救急車にも連絡が行きます。常に警察と消防は連絡を取り合っていますので、事故があったときには110番通報をお願いします。それでは第2問。隣の家に怪しい人がいたので110番をした。丸かな、バツかな。どっちかな。正解は丸です。丸、みんなすごいね。すぐにそういうのを目撃した時には110番をしてください。110番通報は匿名といって名前を言わなくても通報することができます。あなたが通報したということは特別なことがない限り他の人に話すことはありません。それでは次に行きます。第3問。行きたい場所がわからないので110番をした。丸でしょうか、バツでしょうか。どっちかな。これは意見が分かれているかな。大丈夫ですか。正解はバツです。110番は緊急を知らせる番号でしたね。道がわからないときは交番や警察署を訪ねてください。はい。それでは第4問。警察署や消防署に書類を届けるので、届け先について110番または119番をして確認をした。丸でしょうか、バツでしょうか。ちょっと難しいかな。お、正解はバツです。みんなよくできました。相談事については警察はシャープ911で、消防はシャープ719にお願いします。では次、第5問。110番や119番をした時、泥棒が逃げたみたい、怪我人がいます、早く来てくださいとだけ言って電話を切ってしまいました。丸でしょうか、バツでしょうか。どっちかな。どっちもいるかな。ちょっと難しいかな。正解言ってもいいかな。正解はバツです。場所がわからないと警察官や消防官、現場に駆けつけることができません。必ず事件や事故を目撃した場所を教えてください。場所がわからないときは
先ほど所長の話にもありました電信柱、電柱や自動販売機に住所が書かれていたりします。あとはお家の人が持っている携帯電話などでも自分の位置確認することができます。場所を必ず伝えてください。では次第6問です。ご高齢の方がおじいちゃんおばあちゃんですね。おじいちゃんおばあちゃんが ATM の近くで ATM ってわかるかな、お金を下ろしたりお金を振り込んだりする機械です。その前で電話をしていたので110番した。丸でしょうか×でしょうか、どっちかな、ちょっと難しいかな。お、みんな正解かな。正解は丸です。丸が正解です。先ほどお話しさせていただいたように詐欺の被害が増えています。ATM でお年寄りの方が電話をしていたら警察官が駆けつけて詐欺じゃないかなという確認をします。110番をしていただくことで詐欺の被害が未然に防止されて犯人の検挙にも結びついています。もしそういう場面見かけたら110番通報をお願いします。では次いきます。第7問、歩くのが面倒くさいので救急車を呼んだ、丸でしょうか×でしょうか。健太くんが元気に×を示してくれました。正解は×ですね。救急車や救急車は緊急の場合ですね。緊急の助けを求める方を搬送するための車です。なので絶対にこのような119番はしないでください。お願いします。はい、では第8問、寂しかったので110番や119番をした、丸でしょうか×でしょうか。お、みんな早いね。そうです、正解は×です。110番や119番、何度も言っていますが緊急を知らせる番号ですね。寂しい時、110番、119番はしないでください。お願いします。では最後です。第9問、間違って110番や119番をしてしまいました。その時に間違っていたことをもう一度連絡をする、丸でしょうか×でしょうか。ちょっと難しいよね。難しいですよね。間違って110番119番をしてしまったのでもう一度電話をします。丸かな×かな、両方の子がいるかな。正解は丸です。よかった。よかったね。これはですね、皆さんの110番や119番の通報があった場合に直ちに警察官や消防官出動します。間違って連絡したことを知らせてもらえないと確認するのに時間がかかってしまって次の通報への対応が遅くなってしまいます。なので間違って通報した時にはもう一度間違えましたという連絡をしてください。よろしくお願いします。以上でクイズ終了です。皆さんどうでしたか、たくさん解けましたか。全部正解した、すごいね。奥中さんはどうでしたか。はい、私は大丈夫でした。全問正解で、はい、全問正解で、さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではただいまクイズでも出題したんですが、110番や119番は困っている人が緊急の場合にかける電話番号です。緊急でない場合、相談事の場合はシャープ9110、シャープ7119という番号を覚えておいて使い分けをお願いします。それではクイ
スに参加していただいたお子さんに奥中さんやピーポくん、キュータくんたちからプレゼントを渡していただきます。Thank you.